国際水泳伝道はアメリカフロリダ州フォートローダーデールのワンホールオブフェームドライブにある歴史博物館及び伝道民間によって運営されアメリカ合衆国及び世界中の水泳の歴史を研究する中心的役割を果たしている。展示品には水泳の歴史上有名な瞬間を描写した複製、現物の芸術作品や水着、公民権、 水上競技で活躍した人が所有する記念品などがある。FINA によって水上競技の公式な伝道として認められている。1964年11月23日に非営利団体としてフロリダ州で設立され最初の執行役員としてバックドーソンが就任した。9ヶ月後の1965年8月に50メートルプール25ヤードの 飛び込み用プールおよびウォームアップ用のプールが完成した。水泳殿堂の最初の部分の除幕式は1965年12月27日に行われ、アメリカ50州すべてと11の国の4500人が参加した。1968年105の国が参加する FINA の総会がオリンピック開催中のメキシコシティで行われ、 国際的な水泳伝道であることを承認したため、あらゆるスポーツの中で最初に世界で承認されたスポーツ伝道となった。1969年6月16日、名称が国際水泳伝道に変更になったことを反映し、組織の定換が改正された。1965年、最初の21人が伝道入りをした。生きるのに、 不可欠な能力とスポーツとしての水泳の利点を増進させることに専念している。これを達成すべく世界水泳博物館の運営、及び水上競技においてズバ抜けた人の残した成果や貢献を不滅のものにするようしている。水上競技に含まれるのは以下の6つである。また、殿堂入りの部門は以下のように分かれている。表彰年代順、ありがとうございます。